スタッフロール終わったぞ。ああ、なんだ、あ、銃持ってる、銃持ってるぞ、銃を持ってるぞ。銃なんてここでは必要ないけど、他の使い道があるはず。なんだ他の。ああ、そういうことか。ロシアン、あれ？サム、聞いて、クリフを呼んだのは私。ああ、やっぱり。あなたに伝えたかったことがあるから。あなたは捨てられたわけじゃない。あなたは一人じゃない。わかるでしょう。Not alone。生きるのよ。え？生きて。何？はっ！なんだあれ？量産型エヴァンゲリオンか。BT がおるんか？あ？あ？ほ、ほ、みんなが俺を呼んでいる。サム。はい。ほら、サム、あなたはつながっている。キューピッド、6つのキューピッド。おお、ゼットマンルー。クリプトビオシス。あら、俺か。もう。はっ。ああ。ええー。おお。あ、阻止したの。ダイハードマン激励。絶望、導き、心配。何？我々は
自ら壁を作り、分裂し孤立して生きることを選んできました。しかし我々は今ここに新しい世界の在り方を手に入れることができたのです。カイラル通信がこの大陸を再びつなぎ直しました。そしてアメリカ都市連合が誕生したことを宣言します。かつて私は誓いました。アメリカ合衆国を守るために全てを捧げると。そして皆さんに再び誓いたいと思います。これから私は大統領としてこの UCA のために全てを捧げるということを改めて宣言します。アメリのあれがついてるね。さあ、これが皆さんと運命を共にする新しい私です。新しい私。ここは以前のアメリカではありません。だからこのマスクを前大統領から引き継ぐ必要はないのです。役目は終わりました。私はこの UCA のために、そして全ての市民のために、死をも恐れない真の死なない男、大ハードマンとして生きることを誓います。デスストランディングはまだ終わっていません。我々はまだそれを克服したわけではありません。しかしカイラル通信によってつながった我々は、ただ孤立して絶滅を待つだけの弱者ではなくなったのです。この大陸に橋を架けることが実現できたのです。人類はいつか滅びるでしょう。それは宿命です。しかし生命を明日へつないで、今に喜びを見つけ生きていくことが希望なのではないでしょうか。それこそが今を生きる意味です。大統領ブリジット・ストランドと彼女の娘サマンサ・アメリカ・ストランドは、その希望の再建に全てを捧げました。我々を再びつなぎ直すために。残念ながらこの日を最も待ち望んでいた彼女たち二人はもうこの世界には存在していません。しかしストランド大統領親子の記憶はカイラル通信と共に生き続けています。我々の心は彼女たちとつながっているのです。そして何よりこれを実現してくれたもう一人の英雄がいることを私は知っています。我々にはこれからも彼が必要です。しかし彼は一人ではありません。だから英雄の個人名はここでは伏せておきます。その名を口にする必要はないでしょう。そう、この世界をつないだのはまさにあなたたち誰かなのです。私もあなたたちもいつかは死ぬ。どうしたサム、誰かでは不服だったか。いや、俺の役目はもう終わった。まあそういうことだよな。まだ話していないことがある。あ、おい、あんた治ったのか。そうかそうか。触るな。ところでどうやってあそこから帰ってこられたのか聞きたいか。例の人形を探したんだが手元にはない。それでこれを思い出したんだ。彼女の妻体。ああ、ブリジットの妻体を使えばアメリのビーチにつながる。ブリジットが妻体を託した理由はそれだったんだ。しかし繋がらなかった。彼女はビーチを切り離していた。もう消えてしまっていた。だからあんたは彼女とあの世に消えてしまったのか、別のビーチに飛ばされたのか、全く見当もつかなかった。
ハートマンとママが手分けして考えつくありとあらゆるビーチを探し回った。こちらの時間で1ヶ月あんたは見つからなかった。へえ。俺はそこにどれくらいいたんだ。聞かない方がいいこともある。心配するな、あんたの細胞は老化してない。どれくらいなんだ。実はこいつがあんたの居場所を教えてくれたんだ。捜索を諦めかけた時、ダイハードマンがこの存在を教えてくれた。それで彼女のビーチではなくこの銃をたどってあんたのビーチを探した。結局それが正解だった。すぐさまママがあっち側からビーチに幽閉されているあんたの存在を確認した。それをママがロックネに伝令し、心停止したハートマンがビーチにいるあんたを見つけた。仕上げは俺とルーがフラジャイルにジャンプさせてもらってビーチまであんたを迎えに行ったと、そういうわけだ。もちろん複数の人間が同時に他人のビーチに長時間アクセスするのは難しい。だからブリジットの再体を使ったんだ。これには彼女の DNA が編み込まれている。これでみんなとの結び目を作ったというわけだ。ブリジットはこうなることが分かっていたんだよ。それにしてもだ、全てのきっかけを作った銃があんたをこのように引き戻したとは皮肉だな。アメリがこの銃をそう使えと。棒として作られた銃を縄の用途として使った。なるほど、そうだったのか。え、ずっとあんたを起こして抱きしめたいと思って。やめろ。もう一つ内密に伝えたいことがある。クリフのことだ。ああ。BB の母親はリサ・ブリッジズ、クリフの内縁の妻だったそうだ。リサ・ブリッジズ。ずっとクリフを殺害した犯人はジョンという名の男だったと分かった。ダイハードマンじゃねえのかよ。合衆国の元特殊部隊員、その能力を買われ大統領の側近として様々なウェットワークにも手を染めていた。ウェットワーク。記録の上ではクリフを殺害後に失踪し指名手配されたが後に死亡している。だが彼は死なない男だった。ジョンは仮面で素顔を隠し別人として戻ってきた。カイラル通信が掘り起こしたこれらの修復データはママがアーカイブの奥に隠した。あんたにだけ閲覧権限を付与してあるからな。好きな時に見られる。気持ちのいいもんじゃない。何せ現大統領の過去を暴くものだ。彼を信じてはいない。だが俺たちにはまだやることがある。じゃあ後でな。サム、許してくれとは言わない。ただ話を聞いてほしい。クリフォード・アンが彼を殺したのは私だ。全てはアメリカのためだった。国への忠誠と思うか。いや違う。私は彼女を心から愛していた。そう、ブリジット。全ては彼女を守るためにやったことなんだ。言い訳はできないことぐらいは分かってる。だがあの時のことだけはいつまでたっても消えることはなかった。たとえ仮面をかぶって過去を捨てても。待ってくれ、まだ終わってない。彼は隊長は命の恩人だった。
ダイ・ハードマンというコードネームの言われも、隊長が瀕死の私をいつも戦場から連れて帰ってくれたからなんだ。隊長は彼女と同じくらい大切な人だった。いや、この演技の表現と、まあ、声優のうまさもあるけど、すごいな。俺が現れた時、私は覚悟した。私は彼に殺されても仕方ない、これで楽になれると。目がリアルすぎだろ。高須ちゃん、そうじゃなかった。映画を超えてしまった。隊長は我が子を救えなかったことを悔やんで、それを償うために戻ってきた。ところが、我々がこの国を再びつなごうとしていること、それを知って隊長は全てを思い出し、全てを許してくれた。本当は殺してほしかった。それで全てを帳消しにしてほしかったのに。くそなダイハードマン。立て。だがおそらくそうだったんだ。あのビーチから私を戻してくれたのは、あれはまさに隊長だった。隊長は今回も私をダイハードマンとしてつなぎ止めてくれた。いや、それは違う。大統領は知らない人間には務まらない。死への恐怖があるあんただからこそ、命を大切にする時代をまた始められる。邪魔者をそれで退ける時代は終わった。これからはつなぎ寄せるんだ。銃はもう必要ない。それが彼女からのメッセージだ。ありがとう、サム。お。ビビ。サム、待ってたよ。何？この子はこの世界ではずっと死んでいるよ。ずっと死んでる。廃棄処分が正式に決まった。ネクロシスする可能性がある以上、ここに置くリスクが高すぎる。ネクロシスするんだ。サム、引き受けてくれないか。え？ポッドから取り出して経過を見る方法もあるが、それは大統領命令に反することになる。俺たちがいるここはもう一つの法治国家だ。
俺にはこいつを焼くなんて。いや、大統領に逆らうなんて無理だ。すまないサム。だから。わかった。焼却所に運ぶ。ルー燃やしちゃうの？ああ、これは俺からの注意事項だ。UCA オンラインを一時的にオフにした。この状態だとあんたが手動で拘束を外せる。そうなればあんたをもう追跡も干渉もできなくなる。どこに行こうとな。焼却所を使う際、また自動的に UCA オンラインがつながる。うん、俺が言っている意味はわかるだろう。いや、わからないな。誰が焼却したかわからないようにしてくれてるってこと？世話になった。どういう意味？あとそれ焼いたらもう自由に自由の身だってこと？天気はどうだ？そうね、傘はいらないみたい。父の夢をつないでいくことにしたの。でもね、今回はテロリストと組んだりしない。UCA 公認の最初の民間配達業者とだから安心していいわ。業務拡大だな。おめでとう。ありがとう。ごめんなさい、黙っていたことがあるの。え、私はヒッグスを撃たなかった。いや、撃てなかったの。あ、そうなの？え、生きてんのまだ。あいつに選ばせたの。しかビーチでの永遠の孤独かを。無理しなくていい。君は壊す人じゃない。私は壊れたものを集めて修復し、つなぎ直す。壊れ物を届ける。私はフラジャイル。私のとこ来ない。あなたが必要なの。この世界は壊れたままだ。何も変わっちゃいない。サム、壊れたものは直すことができるのよ。いや、俺は壊れたままだ。待って、あなたが繋いだのよ、たった一人で。この大陸は繋がった。しかし俺自身はどこにも繋がっていない。俺は死者と同じだ。それは洞窟であった時と変わらない。あなたはあの時とは違う。触れられることも触れることもできるようになった。そうでしょう。ずっとつながっていたものをなくした。